はい、じゃあ今回も次からやっていきましょうか。はい。はい、明日行きましょう。お、あー。はーん、増えました。さあ、31。31。まるまる1ヶ月ぐらいやな。そうやな。朝あるタイプか。それが、それによってお皿とか増えてくれんかな。うん、おー、ある。この音楽は。梅原や。よっ。おはよう。どうした、梅原。確か、今日って、お前の誕生日だったと思うんだ。俺、さっきまで、今週土日ぐらいやったっけみたいな話してたよな。なあ。完全忘れたな。お、覚えていてくれたのか。いや、俺もさっき聞いたのさ。誰に？誰に？いいから、教室の入り口に行ってみな。はぁ、羨ましいね、この、誰やろ。でも、この教室の入り口ってことだよね。うん。つまり、他クラス、他学年の可能性やね。だから、あやつじさん、あやつじさんではないんじゃないかな。あ、びっくりした。って言われてもな。ああ、あやつじさん。笑ってるけど、どうしたの？僕に何か用？うん、大事な用。お、え、大事な？そうよ。何ですか？はい、これ。何？誕生日プレゼントよ。マジで？おお。え、ありがとう。どういたしまして。教室で渡すのはちょっと恥ずかしかったから、あなたが気づいてくれてよかった。梅原。やるね。でもまさか、あやつじさんが僕の誕生日を知ってるなんて。勘よ。勘？いやもうな、いろんな裏のあれを使ってじゃない？あ、でもさ、クラス委員やからさ、なんていうの、誕生日とか見る機会あったんじゃない？あるんかな、あれ。所詮、365/1じゃない。所詮か？わかるかいな。そうかもしれないけど、そんな無茶な確率あるはずが。あ、え？これってもしかして、あやつじさんなりの、照れ隠しになっちゃう。だって僕の誕生日くらいちょっと調べれば簡単に。あ、それじゃあ、それにしてもまさかあやつじさんからプレゼントがもらえるなんてな。よし、早速開けてみるか。参考書？あ、わかったよ。俺はわかったよ。何？同じ大学行きましょうってことやな。そういうこと？いや、無理やと思うけどさ。あれ、何か書いてある。どうかツルツルの脳にシワが増えますように。全然違かったな。あ、でも、この参考書、ポイントポイントにあやつじさんの手書き解説が入ってるぞ。まさかこんなすごいもの。ありがとう、あやつじさん。おー。超いいやん。超いいやん、これ。超良かったね。あー。会話と、だけかな。あとなんかイベント1個増えたな。増えたけど、昼休み。これは、この前、見たやつで、もう1個増えてなかった？なかったな。ないわ。おー。そう、朝、これ増えてたなーって。で、七崎の会話かが一個ある。うん、なるほどね。じゃあ、リホコ。リホコ行こうか。リホコもなぁ。もう、損円ルートを見るしかなくなってるから。お、リホコ。おーい。おっす。リホコ。到底損円とは思えへん。最近どう？ぼちぼちかな、リホコは。この前、街で男の人に声かけられちゃった。その話をなんでしてくるんや。そうやね。なんですんねん。しょ、行きませんかって。失礼な。名刺までもらったんだよ。スカウト？名刺うさんくさいな。リホコはぼーっとしているから気をつけろよ。心配してくれてありがとう。そういうんじゃねえ、これ。じゃあまたな。あ、うん。じゃあまたね。名刺か。何か言いたげな表情だった気がするけど、
まあいいか。まあよくないって。これ自分から添えに行ってるやん。まあよくないってほんま。マジか。さあ、会話か。そう、いやね。会話しかない。あやつじさんがあと1個で、ああ、七席は2か。七席でいいんじゃない？うん、でもあやつじさんはあと2日しかない、会話。あ、そうなの。参考書あるこれってもらえるアイテムとかやったりするんかな。ああ片方潰れるな。そういうことか。おお、じゃあいと言ってもいいんかな。行こうか。屋上か教室かどっちがいい。屋上は人目がないやろ、うん、つまりブラックあやつじさんや。そうやな。つまりね。でもズッカーの現場が起きてるかもしれんで。ズッカーン回避で。あやつじさん、あ、いいタイミングね。心地いいね。え、今少し時間に余裕があるんだけど、よかったら話し相手になってくれない？こっちのタイプか。うん、僕もそのつもりだったから。そっか。その前にプレイちゃう？誕生日プレゼントありがとう。おう、うん。まさか手書きの解説付きなんてね。大事に使わせてもらえる。効果があるかはあなた次第。まあな、それはそうだね。やらんかったら意味ないしな。おお、じゃあさ、うん、逆に言うと今のさ、教室で言うと、うん、綺麗なあやつじさんバージョンでこのお礼が言えたってことや。まあそういうことやな。なるほど、作り込んでるねこれ。さあどれいきます。恋愛ですか。恋愛行こう。恋愛ですか。おー、まあちょっとやめ。俺もう嫌。ちょっと俺も嫌や。そう。あ。わあ、冷た。あ、でもテンションは下がらへん。いやー、ツンツンしてるね。さあ、孫子。マスターが一つ、うん、頼むよ。そうやな。この目線の先は食べ物にっていうか。なるほどね。うわ。食べ物なんてな。食べ物はなんか、あ、下がらへん。そう。めっちゃいい人や。勉強。おお。逆に何いけんのこれ。あ、そう。これは失敗か。やばい、違いが分からん。そうしかいけん。あ、行動。あ、どっちか。行動エッチ。どっちかは行けるってことやろ。うわぁ、どっち行きたい。うーん、おー、いやぁ、でもな。久しぶりにこっち行こう。うわぁ。いや、でも行動確定じゃない。そう。そうしか言ってくれてへん、今のところ。盛り上がらねぇ。くぅ、どれ行く。おしゃれ、難しくなってるなこれ。よし。しかも2段目で開いた。あやつじさんはブランド物とか好き？一概に好きとは言えないかな。はいはい。ブランド物だからっていいものばかりとは限らないでしょ。ある。なるほどね。ま、その辺は自分の目次第だけど。そうだね。いいものの中からいいものを探すのって結構大変なのよ。なるほど。あ、いやマジで俺もそうぐらいしか言ってへん。そろそろ授業の時間ね。はいはい。え、もうそんな時間？うん、私としてはもう少しあなたとお話ししてもいいんだけど。でも時間じゃ仕方ないか。そういうこと。はい、それじゃあまた。え、またね。またねっていいよな、またねって。またがあるわけやからさ。いいよな、バイバイとかじゃなくて。ありがたい。やっぱりハイで終わらせたいわ。ほんまに。これ聞けへんっていうのは辛いな。で、あやつじさんか。がラストやね。うん、行こうか。行こう。はい。高橋先生のやつやな。お、いきなり。あれ、あやつじ先生と、高橋先生だ。深刻そうな顔をしてどうしたんだろう。よし、ちょっと行ってみるか。進路とかじゃない？かな。あやつじさん。
え、俺関係どうかしたんですか？ええ。それが大したことはないんだけど、ツリーの準備をしてた1年生が怪我をしちゃって。はい、大丈夫なの？怪我自体はね。うん、怪我自体は。ということは他にも何か？ツリーが倒れた、今年からツリーの設置は市の方で行うようにする。まあそうなるね。へえ、そんなどうにかならないんですか？残念だけど決定事項らしいのよ。まあでも怪我人出たらな。そう、組体操とかさ、ね、段低くなってるやん。それと同じ感じか。そう、とりあえず対応は追って連絡するわ。はい、それじゃあね。はい。もういっそ校庭のど真ん中にもみの木育てよう。そういう手を使うわけね。え？先生方も知らないような小さな事故を建前にしてきてるのよ。はあ、そんな。あやちさんを待って。え、何する？どうしたの？急に走り出すなんて。あやちさん。あ。あ。こんなのって。まさか。まさかあやちさんが亡くなって。みんな頑張ってくれてるのよ。うん。どうして。どうしてこんな風になるのよ。そうだよな、怪我だって大したことないのにいきなり死が出てくるなんて。やり方が汚いわよ。絶対に許さない。許さないってどうするつもり？直接叩くわ。死を？直接？ええ、完膚なきまでに。山本どういうことなんだ。なんだかおかしなことになってきたな。お姉ちゃんが市の職員とかかな。そうなんかな。一般人が相手にできひんって、絶対に。なあ、ただあ、くわよみたいな。強制イベント？いや、今日もまだギリ誕生日やから。あ、なるほどね。なんかあるかもしれん。はいはいはい、うん、女の子から誕生日のプレゼントをもらえるだなんて、僕は幸せ者だ。でもあの子からもらえなかったのはやっぱり残念だ。そのための緊急イベントでしょうが。ただいま。なんだよ、誰もいないのか？お？別に普段はいいけど、今日は誰かにいてほしかったな。さすがに宮ぐらいいるんじゃないの？な、もういいひんわけやから、誕生日だぞ。押し入れにでも入るか。お、ハイペースで押し入れ来るな。うん、お客さんかな。まったく誰もいない時に限って。はーい、よっと。よーし、よーし、よし。こんばんは。よーっしゃ、七崎どうして？もしかして宮に用事でも？気づけバカ。はい、はい、いえ。おー、いいね。それがですね。うん。七崎。はい。なんだろうこのまま。この可愛いな。もしかして何か言いにくいことでも言われたりするのかな。いや、それとも知らない間に七崎が何か悪いことでもしていたとか。あのさ、七崎。はい。もしかして僕七崎に何か悪いことでもしたのかな。え？だって七崎が口ごもっているのは。あ、それは。おお、もうマジか。先輩、もしかして本当に分かってないんですか？え？分かってくれ。先輩、お誕生日おめでとうございます。
いや俺誕生日の日にここ流そうずっと流そうかえ私からのプレゼントです。何ねえろな、あこれを本当に僕に。はい。わあいい笑顔、まさか七席からプレゼントだなんて予想もしてなかったよ。予想して、マジでありがとう七席、なんだかすごく感動したよでも大したものじゃ。参考書かな、かぶったら痛いな七席からもらえたことが嬉しいから早速開けてみてもいいかな。あ、はい。なんやろ、目覚まし時計。しかも温度も湿度も分かるものじゃないか。ほう方位もですよ。いる？いやそんなにあ、本当だ。何にするかすごく迷いましたが、これで良かったみたいですね。いやでも方位が分かるってことはな、うん、豆まきの時に節分の時しか使わんやん。だからその時も一緒に食いましょうよってや。黙ってやで、まあ、そうやけど恵方巻き黙って食べなんかって。そうやけど もな、一緒にいようってことやろ。本当に嬉しいよ、クリスマス超えてまでな、デザインもすごく良くて、機能も充実してるなんて。僕これをなさっきだと思って、枕元に置いて使わせてもらうよ。なんかちょっと危ないなこれ、まあ、変態チックやねんな言い回しが。使わせてもらうよと、えって、そりゃえってなるわな。なるよ。あの先輩。うん、いえ、それじゃあ私はこれで。ああ、ありがとう七崎。失礼します、おやすみなさい。いやー美味しいなこれ。七崎のやつなんだかすごく恥ずかしがってたような。こいつ主人公体質すぎるやろ。ほんまに腹立つな、誕生日プレゼントを渡すのってこんなに、照れるようなことなのかな。それにしてもまさか七崎からプレゼントをもらえるとは、全く予想してなかっただけに嬉しさが倍増だよ。欲しかった言うてたかなこいつありがとうな七崎。ちょ、ミヤ、ミヤは？お、はい。七崎、逆に七崎の誕生日はいつなんかな。あー、乗ってるかも。お、進んだ。まあ、それ以外は。ちょ、ミヤ、頼むぞ、お前。ねしししし。お、プレゼントもらえてよかったね。どこで見てたんやこいつ。ほんまに自分の部屋からかおやっとるやっとるみたいなやっとるわガーンはい、じゃあ今回もこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回のパートもよろしくお願いします。